ますわね。はいはーい、たよりんだよ。こないだ帰り道でたい焼き食べてたんだけど、気がついたらアイドルになってたの。びっくりだよね。でもこうなったら全力でアイドル頑張ってんだから。第1話たい焼きアイドルたよりん誕生、みんなチェックチェック。正直驚いたよ。